さあ、それでは2戦目を開始いたします。え、視聴者の皆様、えっ、ー、とですね、まあ、1戦目のー・パワープレイと呼ばれる戦法がですね、成立している状況なんですけど、ちょっと格ゲマジるの本当に何が起こるか分からないので、僕も介入しづらい部分がございますので、<laughs> えー、そこだけちょっとご理解ください。<laughs> えー、巻、はいちゃうとね、あの、あ、終わっちゃったんだってなっちゃうので、なるべく防ぎたいので、で、介入はあまりできない。いますパワープレイが全然できる,負けるそれでは役者ばってまいります。では、まずは、えー、え騎士の方から起こしてまいります。バレるとか言って。 バレていいんですけどもパワープレーなんで <laughs> 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 さっきしからそれではこの声が聞こえている棋士の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたしますおそれではナウマンさんあなたは棋士の能力を持っておりますああうまきました次の襲撃から誰か一人を夜時間守ることができるという能力です次からですよねそうです、はいえー、1日目の話し合いの終わった後の夜時間からですねわかりました 頑張ってください頑張りますではビデオの停止マイクのミュートマク白ナイク、ね、いミュートマ,、ね、マイクのミュートマイクのミいートマイクのミュトマイねのミュトマイクのミュすトマイクのミュートマっクのミュートマイ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 クのミュートイクのミュートマイクのミュマイのミュートマイのミューイクのミューのミュマイクのミュートマイクのミュートマイクのミュイかー 来ました梅原さん。梅原さん、あなたは占い師です。初日に人狼ではない方をお伝えいたします。人狼ではない方は、佐コさんです。佐子さんはい、分かりました。それでは、ビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。<coughs> <coughs> 人狼側やりたかったんでしょうね、梅原は。それでは続いて、<laughs> どうしても人狼側霊媒師の方を起こしてまいります。<coughs> では、この声が聞こえている霊媒師の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。またですねエイタさん、あなたは霊媒師です。タイムそれではビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。ハ <laughs> 反応早ですね、さすが、エイタ、一瞬で理解では続いて、教授の方を起こしてまいります。反ンドかったらスパーッと来たもんオッケーっつってこの声が聞こえている教授の方、 ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。さあ、さあ、誰だ北澤、はい。板橋さん、あなたは狂人です。はい。人狼人を勝たせるように頑張ってください。わかりました。はい、それではビデオの停止、マイクのミュートをお願いいたします。さあ。では最後に、人狼の方を起こしてまいります。 ではこの声が聞こえている人狼の方、ビデオの開始、<laughs> マイクのミュート解除お,お願いいたします。また,た,ま,たまた人狼え、マジっすかさあ、カママジか、人狼かよ <laughs> マジかこれはきついなそれでは60秒かの内通どうぞ。<や>こ<れ>俺、俺マジ下手っすよ。人狼下手俺人狼絶対下手やと思う。マモさんかなりうまいと思うから、マモさんキャリーしてくださいよ、ほんま。じゃあ。うん えー、俺が出るわとりあえずどんな感じでとりあえず出方を見てからえっと俺占い師霊媒師のニー,ニーのスタイルにしたくてお<う>それが一番多分ね人狼側にとって有利だと思うんだわまあでもその場合って絶対どっちか一人お落ちますよね早めに落ちるんだけど、うん、でもその後やっぱね迷うさ,さっきもさ梅原が出てやっぱ迷ってたしみんなんまあ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 、まあ、あのー まあだからけどさっきってそれで占い師をかめたからあっこまでもつれたじゃないですか占い師残っちゃうと多分速攻釣つられますよまあねそうだねえどがめっちゃ潜伏しませんなんやったら2人で 2> そうやってみるそうでもうあこれ片方を殺さないと怪しいわってなったらもう 相方るぐらいのでどうすかじゃあ、強人に任せるわ、とりあえず。あ、分かりました。じゃあ、もう2人頑張って潜伏ください。人2人潜伏はちょっと厳しいです。それでは、内時会議終了いたしましたので、ビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。さあ、ダブルアイドルす。それでは、2 0 0夜時間が明けますので、2戦目名を開始いたします。皆様を部屋に戻します。お互いに有利なんですけど、あの、ニニだと人狼ガ村人。えっと、 日形とか,とかとちとい、ね。それでは皆様恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました一番孫さんからビデオの開始のみを押してください板さんと梅原の 2> 2番川梅原のサコですよサコさんですよねだからちょっと今回はその作戦だとまずいかなという四番,4番板橋さん強人,人,人が荒らしてくれないでも強人の白崎をちゃんと番梅原さんえと占い師とか霊媒師に当てないとまずいですね六番サコさん 七番石井プロ八番ナウマンさん九番ドグラさんそれでは以上九名生存しております軽ひね軽ひね出ましたでは皆様ミュート解除して話し合いを開始してくださいどんだけ持ってんだこいはいお願いしますいいですかはいはいはい占い師ですあ頂きたはい占い師ですあえいたくん白でした

三人目の占い師出たかったのになんで霊媒師出たのじゃんえだからそこで狂人か人狼が裏い師かまでてきたら俺三人目で。実はうと思っ,いって私仕事やろうと思うのは分かるんですけどこれはあの いや、これはきついな。これはきついな。これはやつ逆に一応誰をし出しました俺が怪しまれるんでそれ逆に。いや、怪しいことはないでもさっきのことだと、宮原さんつって俺を。ちなみに、ちょっといいですか一つ言って。もしこれで、俺すごい。 ンプレーしたみたいに思われてるかもしれないですけどこれで痛ましザンゲフに「はい俺占い師です」ってもう一人別のやつが乗ってきたらめちゃめちゃ俺から見たら人狼だからねそいつまあねまあ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 まハイリスク入りただっただけで分かる分かるだから心配される方法やったけどさっきと一緒の展開すぎてかなり不穏な空気が立ち込めてるんですけどいや仮にじゃあ一つ言っていいですかもし俺が人狼だったとしてそれやる まあ強人だよ。まあおかしくなった。ああのさフルコン食らってピヨって死んだやつがさ次のラウンドもう一回同じパラしてん。目原さんみいやって言ったもん。しない。なんでかっていうと俺はこれをすごい楽しみにしてきてるから。やる人っ同じ同じ話はしない。でも今のはこれ楽しみ構図ではいはい。原さんがやったことによって俺があの霊媒師ってことは炙り炙り出されました目原さんに。そうだそれはだごめんとこれやばいでしょ。 いや、大してやばくない <laughs> やばくないね。だって、うん、誰を守っていいかわかんないもん、この時点で。まあでもあの、俺が優先して食われる可能性が増えた違う違う、聞いて。いてエタ俺から見たら、はい、エータシロ、白なんだよ。俺と、サコ、ね、さんとエータと、で、多分、イタさんも白なんだよ。これ、情報としてめちゃめちゃでかくない、まあ 確かに。確かに。だって、この残りから人狼探しゃいいだけだよ。ただ、目はえ、相当いい。うーん。自分黒の可能性を捨ててますよね。黒の可能性ありますから。あるよ。まず。あるなら全然定まってないです。逆にめちゃくちゃになりました。いや、あるけど、あの、わざわざそんなことするかって話。いや、他の人の手助けになってるかどうかは結構怪しいでしょ。他の人の話。じゃあ、でもそれおかしくて、さっき俺は、そんな怪しいことするんだったら黒だよっつってつられたよね。 あのさっき釣ったときは、そうでしたあんった最後秒とりあえず、上原さんがやばいと思うんですけど、それはどっちか決めた方がいいと思います。決め打ちした方が、いや、決めちゃういいや、議論時間あとで話し合いは終了と。いや、いいですね、面白いですね。皆様マイクのミュート俺は楽しみにしてるから、2回目同じような、話してピヨって殺されるようなことを2回目はしないんでは、もったいないからっつって。 1番、孫さん、からの質疑応答となりますここれはこれは楽しみだからでは孫さん、どなたに質問されますか <laughs> いや、これかなり難しいなただ、孫さんと堂倉さんかつと追,い追,い追い風ですよね。追い風。まあ、板山だね。<は>板山でお願いします。はい。いや、えー、っと、まあ、占い師なんで、誰に相談していいか分からず、板山にとりあえずしました。はいはいはいうあ。言わなくていいんですけど、次の占い先って決まってますはいはい、はい いや、決まってない。あ、まだ決まってないんだ。だここで決めるよりも、この、でトータルでああー、なるほど、なるほど。いや、これ、マジでよくわかんないな。藤さんのちょっと意見を聞きたい、正直。<や>まあわ<お>かんないことないと思うけど、別に。さすがにって感じだけどね。わかんないことない。いや、だって、ねえ、まあ、普通に素直に考えてい,いじゃないかなって。いや、うん、いや、それでいいかわかんないことはなくないって思うんだけどね。いや、俺、本物でも全然やると思うのよ。 な、本物って何いやだから梅原がいや梅原があの白とかだとしても全然やると思っててそうね村人の可能性とかもそうそうんだったらこれまだ棋士の可能性も全然残されていやすいません確かにわかりましたそれでは前回の放送ですねえっとね棋士あこれはね 村人の可能性もありますから、何やってくるか分かんない。分かんない、ごめんなさい。<laughs> 確か、ごめん。確か <laughs>、ごめとりあえずは確かですね。はい、では続いて2番、立川さん、どなたに質問されますか梅原さんで。お噛みつくか。はい、俺、梅原さん、信用しますわ、これ。おあー、っていうか、ごめん、さっきと比べてかなり、うん、あの筋は通ってると思うよ。そう、しかも、うん、人が。 たたたくさんん出てきたってきっっいうう意見結構あるなと思った、うん、だって4人しろ俺から見たらだけどねまあ黒だったらもう全部ひっくり返っちゃうけどまあ占った先は分かんないですけどいやコさんコさんあまあいやそれはもちろん分かるんないですけどうんあまあでもそうっすねコ、ね、さんが強人はもうねえじゃんこの時点でなさそうですねコさん強靭はないからはい、はい、で俺から見るとええた霊媒もほぼ間違いないから、まね、はい,はい、はい、でまあ板さんもまあ言うて強靭しようどうせって感じだから まあその梅原さんの視点から言うとね、うん。そう。だから俺、梅原さん、マジで信用するから、俺、ライフ差し出しますわ、これ。今、俺、1票入ってるし。最悪、なんか梅原さん疑われたら、もう俺にライフくれじゃあ、プラスもう1個俺言っていい、1票。1> 俺、俺じゃあ、その時にじ、一番票の多い人に俺、合わせるわ。あー、オッケ,ーオッケーオッケー。自分の意思で決めない。ここ村の意思に任せる。俺、マジ梅原さんにライフ差し出すんで、これ。はい,はい。合わせましたよ。それでは、立川さん、野良たに。 投どういうこと自分無理なんですよねライフを任せるってなんあ、自分に投票することはできません。そんなことができるできませんよね。じゃあ、えー、っと、さっきムカついたんで、えー、ナウマンで。ナウマンさんに1票目が入ります。<laughs> さ<あ>では続いて3番、エイタさん、どなたに質問されますか恒例の梅原さんだよ、恒例の、昭和岸釣り。 聞きたいことがあって、要はこのターン俺が霊媒って言わなかったら、このターン霊媒として進んでったわけじゃないですか、宮野さん。いや、どっちにしても、どっちにしてももう一回占いに戻る。なんでかっていうと、どこで戻りますしばらくして、しばらくして占いが出なかったら、やっぱり占いですっていう。あ一1分、2分後してからってことですか一分いやもう10秒ぐらい。10秒ぐらい、じゃあ要するに釣るためだから。はい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 。で、それで、占いが。 占い師はじゃあ板橋惨芸夫が占い師っぽいなってなるじゃんはい、はい、俺が霊媒ですって言ったらでそれを見た強靭か人狼が動くのを待ったのそしたら俺が案外出てくるのが早かったからって話すか早かったからあじゃあ霊媒なんだなっつってでここで霊媒争いすると村にとって損だから本当のに役職を言ったそっちのそれで俺が出てくることによってマイナスの可能性とか特に考えずにってことですかリリターンうまくいった時のリターンのがでかいと思った 霊媒師がバレるよりも狂人と人狼が明らかになる方がでかいと思った。はい、で今回は要はリターンなしっていうことでそう失敗。わかりました。はい。エイタあれなんですね。それではエイタさんのマイク向け。オッケー。これめちゃくちゃ難しいんだけど、これは難しいんだけど。<laughs> え？いやもうこれちょっとわかんないけど、一応梅原さんに一票だけ先入れときます。梅原さんで。すみません。梅原さんに一 あ、ごめんなさいごめんなさいごめん,せん,ごめん,せんすみません、途中で瑛太さんねマイク離れてらっしゃるマイクの方向いてあってくださいお願いしますはい梅原さんではい梅原さんに1票目が入りますでは続いて4番板橋さんどなたに質問されますかあのあれなんですよ霊媒別にバレてもいいんですけどただそれやっぱり嫌がって、ね、先入観があるんです、ね、どぐらで。ぶっちゃけないといるんで全然大丈夫なんですけどね 軽くひねるかええちょっとねあのそう、それ触れられなかったから、ちょっとかわいそうございます。あと、あのちょっと今、現状の状況と、はい、あと、誰を占った方がいいかなみたいな話を聞かせてもらえたら嬉しいなあ。まあ、そうっすね。優しさですね。まあ、むずいと思うけど。まあ、そうっすね、あの誰が釣られるかで、まあ、当然変わってくると思うんですけど。はははいはい、はい 多分さっきの議論時間で、あの本当に梅原さん以外の人間があんま喋ってなかったと思うんですね、言うて。めっちゃ喋ってたからね。だから、情報すげえ少ないと思うんで、逆に板山さん、今のところ占おうと思ってるの誰ですかって感じですね。いや、一応ね、それはね言わないほうがいいかなって前思ったから、勉強してる板山そこをね、噛まれますからね。 まあ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 、わかりました。だいたいあああいああ、ういあいです。いいっす、みんな上手くなってますね。それでは、橋さん、どなたに投票されますかさん指で出してておいくださいそうなんですよね。これは、梅原に一票にします。梅原さんに二票目が入ります。梅原さん、指で一票出しておいてください。続いて梅原さん、どなたに質問されますかすごいな。さこさんで。 佐コさんに言うっていうより全体に対して言いたいんですけど、えっ、ー、と、うん、仮に俺が釣られても、板橋エフはもう守んなくていいです、あの、強人なんで。で、えっ、ー、と、うん、えっと、俺って多分、じゃ仮にじゃあ俺が強人だとして、はい、てか板山、多分俺のこと強人だと思って、板さんがじゃあもし仮に親友らしいやったとして、うん、俺釣る意味なくないまあ強人やったとしたらね、うん。俺が人狼ってことでしょ、それ。 俺が人狼だと思ってるんだったら釣っていいと思うんだけど、うん、たかが強人を釣るかっていう話で入れてきたなんでかっつったら自分が強人だからおお<う>俺信占ないしに生きてられたら困るからなんですよおお<う>本来なら釣る必要ないでしょ俺なんてそうですね仮に、まあ、人狼かもしんないけどね、まあ、けど人狼かもしんないけど <laughs> また俺それやる霊媒師で俺人狼また <laughs> 可,能性可能性っていうかその心理を考えてほしい だとしたら、はい、その俺を強靭かもしれない、強靭ありえないでしょ。<laughs> ありえない <laughs> いや、まあ、ありえなくはないけど、<laughs> まあまあ、常識考えてもらいたい、そこは。それでは、梅原 <laughs> さん、どなたに投票されますかすみません、えーと、立川との約束で、票が入ってる人に入れるって約束しちゃったんで、えナウマンかな今入ってんのって。ナウマンだけ現在、立川さん1票、ナウマンさん1票、梅原さん2票です。じゃあ、すみません、ナウマンで。 ナウマさんに2票目が入ります。では続いて6番、サコさん、どなたに質問されますか梅原さん、えー、指で二と出しておいてください。じゃあ、ええタで。うわー、ナウマに質問が来ですね。はい、まずいですね。どう思いますかあの ?1 個今の気思ったのが、立川はその、うん、僕のために命捨てますって言ったのに、梅原さんはナウマに入れたんですよ。ちょっとここが1個怪しいと思うポイントが、1個また生まれたかなっていう。 で、その俺、うん、梅原さんに入れた理由、まあ、これは梅原さん釣りたいわけではないんだけども、うん、あの俺的には強人とか黒い寄りなんですよ、俺の一個の思想だと。で、うん、騎士とかを無駄に釣っちゃうよりは、まあ、でも決め打ちになっちゃったりはするんですけど、まだ板橋三軒夫が売らないしっていう、うん、そっちのが安定ルートなのかなと思って、俺は梅原さん入れました。他の人たちは情報がなさすぎて、マジで分かんないですよ。た、うん、立川は、ちょっとなんかあの二人がつながってる感が、言葉だと見えたから、 こっからセイサー、次の担当かしてた方がいいかなと思ってます。情報を出してる人を信じる気持ちもわかるけどね。そうなんですじゃないと進まないから。はい。おさこさん、いいこと言ってまだここは誰とは決めれないですね。正直。正直。ただいま、新占い師と新占いが。それでは。さこさん、どん投票を持ってますかえー、ちょっとわかんないんで。最多投票獲得。石井プロに1票目が入ります。石井ちゃんでチラシに行った。では。 続いて7番石井プロ、どなたに残され,れる確率が高くなりましたね。えー、じゃあ、あんまりお話ししてないので、孫さんと話そうかな。おいいじゃないですか。待ってました。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしく。まあ、俺の今、思ってることっていうのは、目黒、うんまあ、さんが、まあ、超話してて、まあ、いろんな、うん、あのロジック語ってるんですけど、うん、結局、状況としては、まあ、占い師候補が2人。 俺がやられちゃってる人が2人いて、レイバーシックいるっていう状況でしかない。ねうん、いいですね。おいしいじゃん、いい。で、まあ、その、まあ、梅原さんも自分で言ってたけど、人狼のやつがここでこう踊り出てくるかっていうと、確率は低いのかなっていうふうにはう。いや、結構そう思ってて、で、俺さ、その前回の時に思ったんだけど、うん、いや、梅原まあ、狂人の可能性が相当高いわけじゃない。はい。で、まあ、板さんも一応、狂人の可能性あると。うん、で、その時に、 その三太郎さんの時に俺は思ったんだけど <laughs> 人狼と強人明らかに強人のやつを後回しにしたんだよはいはいその時に結構後悔したのねうん歌川式は結構最初に罰するっていう方にやった方が俺は結構いいんじゃないかなってやっぱ思った梅原位でります,、まあ、前回そ,れすそれでは石井プロをどなたに投票されますか <laughs> もう無視な 正直、梅原、伊田さん、両方ともいっちゃっていいですかね、人狼からすると。釣りだったら。立川。おー、22にしました。立川さんに2票目が入ります。なるほど。では続いて、8番、ナウマンさんと、お子さん、言うこうまかったすか今。えっと、梅原さんで。さあ、ナウマンは死ねない。はい。えっと、ちょ,ちょっと、あの、まだ思考追いつかなくて、うん、あの、れ伊田さんが、 最初に出て、はい、その時梅原さんは、うん、自分は新占い師だからイタランさんに対してあこいつ偽物だって思ったんじゃないですかそうだよそこで一回霊媒挟んだのってなん,なんでなんでしたっけそそそ辺がえ,えっと、えっと、ちょっと細かい説明できないんだけど3人目に出てきた占い師ってかなり新っぽいのねはいはい、はい、で、えっと、3人目の占い師として出たかったの本当ははいはい、はい、だからギャンブルなんだけど素直に行けばよかったんだけどただ運ゲーになるからはいはいあの俺はあえてその で一回別の役職を言うことで、狂人や人狼が占い師ですってかぶせてくるのを待ったの、なんでかっていうと、板橋ザンゲフが、本当の占い師かどうかって、俺以外には分かんないから、霊媒としてなんか出る意味はそれはあったか、うん、な、んかそれ、そのまま待ってたば霊媒が出てこないと3人目の、い3人目の占い師として出られるっていうリスクがあるから、言っ本当の占い師がいたときに潜伏してて、3人目の占い師ですって出てこられると、超やべえのよ、そ人狼と狂人にとって。 それでは、ナウマンさん、どなたに投票されますか最終日来るんですけどね。やりすぎたから。最終日は来るんですけどね、ぶっちゃけ。えーと、いや、ちょっとまず分かんない。え、どうすんのがいいんだ、これ。初心者で難しいな。初心者で難しい。票数、ちゃんと出すようにお願いします。3人目の仕様というのは強いんですけど、すいません、石井プロで。分かんない。石井プロに票目が入る。 でもこれ、騎士なのに、立ち会いに入れなかったっていうのはう、はいえー、では最後、9番、ドグラさん、どなたに質問されますかまあまはちょっと白っぽくなりますよね。これで、ドグラが殺せるか、逆に言うと。困った時の石井プロ。<laughs> 困った時の石井プロですね。僕、別にね、投票要員で呼んでるわけじゃないんですけどね。ええタでね。<laughs> そうなってしまいますね。はい、悲しいかな。えっと。 俺の一票で人が一人死ぬ可能性が結構高くて今、うん、はいもちろんでえっと板澤さんと梅原さんあのー、占い師占い師って出てるやんか、うんはい、で瑛太が霊媒師って出て梅原さんが占い師って出たから、うん、とりあえず瑛太しろかなっていうのでそうでどうしようっていう相談をしにてるけど俺一個,個気づいたのがな、はい、一応梅原さんも板澤さんも 分かんんないじゃんで、立川が俺、梅さんのために死にますわって言ったんだ。これはつながってるんじゃなくて、その発言は絶対騎士ならしない。最後の役職も。お<ー>だったらここで、はいはい、そのただ、人狼の可能性もあるから、立川を釣っとくってのは、割と安そのな気がしてる。ええと、やりますね。うまいですね。で、狂人が見つけた可能性もあるし、ただ、あの役職持ちを残したいだなって考え、俺は正直、<え>皆さん、悩みと。役役所だこういう場合って、役職持ちから釣った方がいいのか、役職を。 っちじゃないや、立川は隠れてる役職持ちじゃないから高くて、はい、騎士だったらそんなこと言わないじゃん。死ぬなんて。それではドグラさん、どなたに投票されますか。人狼なんでね、ドグラはどうすればいいかわかんないですよね。バレないようにするのか、欲を出して占い師とどっちら殺すのか。立川で。でまあとりあえずね、立川さんに三票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは立川さんとなります。 じゃあ、立川さんは、遺言をお願いします。あ、村の人たち頑張ってください。お願いします。あ、僕、村人なんでね、本当に。うまるさん頼みますよ。うまるさん信用しますからね、マジで。これ、うまるさんのために死にましたからね、俺。分かってますよね。<laughs> 大丈夫ですよね、そこ。そこだけマジお願いします。うまるさん。これでうまるさん人道だったら、マジもう一緒ついていかないっすよ。格ゲーやめます、僕。オオッッケケー、ー APS じゃ でもこれで、ね、かなりいいっす、ね、それでは立川さんは、えー、マイクのミュート、ビデオを停止をして、ま、市民にとっては、まあまあ、ちょっときついんですけど、次リーチかかっていで,では立川さんを主権したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。えー、皆様、ビデオを停止の状態で <laughs> 村を行っも、えーと、人狼も倒してないんで、ぶっちゃけリーチなんですけど、えーと、次がですね皆様、お部屋に戻します。リーチかかってるんですけど、ただ役職は生きてるんで、こっから何とでもなるんで、ぶっちゃけリーチです。次リーチです。急に人狼これが面白いですね。本当に。あの、 1>, 1, 回1回だけは市民釣れるんですけど、1回釣った瞬間にもうリーチかかっちゃうんで、ここで霊媒とか、えー、語られると、それではもうローラーができなくなる、えー、能力者の決め打ちをしなきゃいけない状況になります。で 霊媒師の方、ビデオの開始マイクのミュート会場をお願いいたします。ただいいですね。はい、役職を殺すよりは全然ましだ。本日処刑された、立川さんの正体をお伝えいたします。立川さんの正体は、人狼ではありません。はい、ありがとうございます。それでは、<え>ビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。えー立,川すね、立川の黒はあったので、全然立川行くのね市民でない黒黒かもしれないやつってことで。では続いて、 騎士の方を起こします確かはね b c バーニングコアというチームに入ってます。プロ格闘ゲーマーです。この声が聞こえている騎士の方はビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。さあ、ナウマ、はい、では本日どなたをごえなさいますかエイタさんで。では本日エイタさんをご営いたします、ね。確定レバーシーですね。すルビデオの停止マイクのミュートお願いいたします。サナウマンはデトネーションゲーミングという プロ格闘ゲームます。みんな大体プロゲーマーですね。石ちゃん以外。ね、石ちゃん、石ちゃんだっけ、格闘ゲームってこの声が聞こえている、占い師の方はビデオの開始<一>マイクのビュート解除お願いいたします。いいいます大体どっかのタイトルを取っていいですか本日、どなたの正体を確認なさいますか石ちゃん以外はね。うん、えっと、孫で。では、孫さんの正体をお伝えいたします。当たりました。孫さんの正体は、 人狼です。うん、はい、わかりました。おー、もう分かってた、それでは、えー、ビデオの停止、マイクのミュート。さすがーすただ、ただ、ただ、積もったんですけど、ただ、あれなんですよ。信用されてないんで、そこですね。心霊媒子のエータが、今、牽引してて、村を。そのエータを、あれをなんて言ってくれないと。さあ、孫はどう出るかですね、これ。孫ワンチャン噛む可能性もあるんで。<laughs> この声が聞こえている人狼の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。では、ただいまから30秒以内の内通を行ってください、どうぞ。えー、梅原さん、多分狂人です。梅原さん、狂人ですかね。いかがさん、真<っ>ですかおそらく、おそらく真。騎士、エータ守ると思うんですけど、どうですかえだから、エータは、うん、俺はどっちかっついうと、エータはもうほとんど心霊媒師だから。ですよね。だから、騎士やったら、らエータ行くと思うんですよ、僕。だ,だと思う。 それやったら板山さんかみに行きませんもん。でも次、それか、こだわらないなら、あの、その3人から外れてもいいです。どう思います僕は板山さんでもいいです。岸を探しに行こうと思ってて、3分の1でも士なんだ。はいはい。だからその誰かを噛んだ方がいいなと思って。じゃあ板山さんいや板山じゃあ板山さん。それでは、どなたを襲撃 ?3 分の1って言っだからその3人以外ってことですよね。外、外、外。いや、違う違う、ナウマン、ナウマン。いや、わかる。ナウマンサコ。 石井の3人ですね。騎士をかみに行きたい。あ、じゃあもうそこ任せます。その3人じゃあ、えー、ナウマンで。ナウマンで。当たったー当たったーでははナで抜いたーいた占われましたけど、ナイトはいきましたね。さすがですね。ほんとに、すごいっすね、みんなね。面白いっすね。能力持ってますね、やっぱり、ね。さすがだな。光り輝いてるやつもね、持ってるんでしょうね、能力をね。 全然話噛み合ってなくてすげえもしかったさあそれでは次の段を戻しましょうじゃあ板澤さんっつっていやいや,いや違うつって,って <laughs> 話聞いてね <laughs> それでは、えー、皆様、えー、恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました1番の孫さんから順番にお戻りくださいさあこれでねナイトは噛めました<番>でだけど占いがバレている そう孫さん、用意してませんね、これ。占い割れて黒って言われる。わかってない。ただ占、占い、えー、梅原の信頼性、ね、信用度をうま、えー、いこと動かせば、自分の黒先は余裕で、えー、変わりますので。<laughs> 7番、石井プロ。板さんは、ね、8<番> A とかがしろって言ってるん,、ね、ナウンん9番、戸倉さん。 梅ちゃんしのさそこですすねそこででさあでもいでは以上8名生存となっています。本日無残な死体となって発見されていたのは <laughs> 8番ナウマンさんです。ナウマンさんはビデオの停止を押して村を見守っていてください。では皆様はミュマイクのミュートを解除して、ね、話し合いを開始してください。どうぞ。 はいいいですかこれって同時に言うとかありますか同時のほうがいいの同時のほがいいのね。じゃあ、べちゃんと同時に言いますよ。じゃあ230でいく ?230 でいく2 0でいく ?230 でい2 3で2 2 2 2で時間使っちまうじゃん。せーの。孫さん、白。孫、黒です。え孫さん、白です。孫、黒です。すいません。 僕の結果から言うとまず白でした、死んだ彼は。で、お前さんちょっとブレすぎじゃないですか。えあの、もう前の時とかもちゃんと一緒に行った方がいいとか、一応セオリーとして学んできたものがあるんですよ、梅原さんが。ああ、じゃあごめんね。ごめん。それに関して、最初に、まだまだまだいます。どっちでも行った後に、え、聞いて黒白でいってて言っんだよ。どっちでもいいのよ、俺。どっちでもいいってのは村井とおかしいんですよ。ちゃんと一緒に行った方が村のためになるから。あ、そう、じゃあごめん。 ごめんって言われたら俺何も言えないいやいやいやまあ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 。で、そのバゴさんの言った後も後から来る、うんまあこちょっと、これに関して、ザンキさんが、ぶっぱ気味にしろって言ってたから仕方ない部分はあるんですけどね。うん、ああ俺、俺が結局、先に言さちゃったのに。あ<ー>ただ、それを気にしてなかったメアさんがおかしいんですよ。いや、あの、だから、まあ、結果論ってかもう終わっちゃったことやけど、だから言うなら、うん 聞いて聞聞聞聞聞いいいいいてててててください。えっとじゃあ俺、多分信用貸勝ち取るの難しいんで、このターン釣っていいっす。その代わり、次のターン絶対に孫釣って。その時に俺の言ってたこと全部信用してもらえると思うから。それできないです。強人の可能性があるんで。そうなんですね。それって言うと、そうは。強だったら、強人だったらかなり人狼が有利になっちゃう孫さんが白になるから。それは多分あのじゃあ分かった。じゃあ、え信じるとです、それは。 我々のだかの梅原が行人だった場合に、俺が黒か白かっていうのはもうその確定的じゃないわけよ。梅原さんの言ってることは分かるんだけど、もうそ,そこを話してても多分もったいないっていうこもったいないここは、ここはサコさんだけ聞きましょう。まあ、俺は梅ちゃんから白って言われてそれ、それもやっぱり全然怪しいから。ああ <laughs>、信憑性がないやん <laughs> えちょ。ちょっと待ってください。えああ、まあそうか。 そううん梅ちゃんがそのまあ強人とか人狼よりやったら梅ちゃんの言動に信憑性が全くないわけやからいやこれきついな孫さんもドリドリしますけその噛まれる可能性があるから釣られたりこれかなり不利だなまあっていうかいいよだから俺釣っていいやじゃあ俺いや釣らていいやそれもそれも逆にターンの無駄やねいやというかターンの無駄っていうかそれは前回三太郎さんの時思ったけど疑歌合宿は今日罰するっていうのは 俺はいや、おかしいって言うんだったら別に、だって俺、孫さん黒だからね、俺から見て。ああ、そっか。いや、いや、っていうか、あの、周りから見ると、それで、あの、うまく。待って、じゃあちょっと待って、じゃなんでさ、孫を占ったの俺うん。いや、あの、あんま喋ってなかった。ごめん、俺ね、えっと、俺、結構怪しい動きしてて、でも、石、佐子さん、ドグラ、ナウマンは、俺に対して、そん、まあ、立川か、まあ、もちろんとして、そんなに俺になんかこう、 疑いを向けてこなかったで、孫だけが俺怪しいみたいな感じがあったからさだから俺は孫が怪しいなと思ったら孫を占ったなるほど,、ねうん、るほどそうだ<う>ね、孫が、えー、ワンチャンあるから孫さん結構梅原さん疑ってましたよね言うてまあ、やるやろうみたいな苦いや、ちょっと待って、えー、た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 聞いて、聞いて俺、孫さん占ってっから、うん、いや、まあでもそれは あんまり関係ないじゃないですか、そのフラットな今自分でも言ったけど、サボさんは、その俺のシロさんも怪しい状況やからって自分違う違う違うだから俺が占う理由ね。俺がさんが番号占う。今の梅原が占う理由ね言ってるわかる。サボさんがシロだって知ってるから。で、お前が霊媒師でシロなのも知ってるから。で、どこらら何か言おうとしてたけど、何かあったあいや、だから、その梅原さんが、もう今俺つってって言ってたじゃないですか。それ、梅原さんが、あれ、真の占い師やった場合、村、間違くなんでダメなんですよ。おあ、ごめん、じゃあ、それはやったか、なんかどうやったら。 くドグらそれはすごい。いや、そう、だから上原さん、上かでは話し合いは終了です。皆様、えー、マイクのミュートはお願いいたします。ドグラのミュートをいい、ね、お願いいたします。僕らいですね人狼目いでそれはす。ごいだって釣れそうだったのにそれでは、本日襲撃されていた8番、ナウマンさんを起点といたしますので、ドグ白いですね。9番、ドグラさんからの質疑応答となります。では、どなたに質問されますかぬきさんがやっと、ぬきさんがインストールス。手首持ってますよ。手首持ってます。 手首いっぱい持ってますよ、これは。助けて助けてくれあのね、これね、<laughs> 浮いて、多分本当に唯一ただただ浮いての石井さんじゃん。まあ、えっ、ー、と、だって、えっ、ー、と、<や>ごめん、待ってな。それつっても終わりなんですけどね。梅原さんがさこさんをしろって占って、ミチ、うん、さんがエータにしろやなってしか。で、梅原さんはマコさんに黒で、で、これ梅原さんつった場合、梅原さんが強人だったら、狼二人残って、 まあ狼は2人残ってる確定だから、うん、クイクイでもうほぼほぼ負けに行っちゃうルートなのかなと思っちゃう,だ、ねいやそう。だから、とりあえず、そのだからど,どっちかっていうか、もうだから板田さん、梅原さん、どっちか釣るっていうのがもう負けリーチの行動になっちゃうから。だと思ってる俺は。まあ、これ、梅さんが黒じゃないっていう想定だけどね。だ俺は石井さんか佐古さんを釣りに行くしかないんじゃないかなと思ってて、孫さんはちょっと分からん。 板さんの白は相当効いてますね。かなり孫の白はかなり強いですね。伊タさんの。えー、いや、まあだから。<laughs> 一番きついよな、これ。いや、一番目はかなりきつい。うん、いや、わかった、ありがとうございます。それでは、ド倉さん、どなたに投票されますかイ、うん、タはすぐ頑張ってますね、村のために。いや、すみません、石井さんで <laughs> こう。石井さんか、佐久間さんを知る勝きです。では、続いて。 一番孫さんどなたに質問されますか新んが一番怪しいですもんねこういう時に喋ってないやつが釣られちゃうんで、うん、これエータで人狼ゲームははいエータは結構俺新目で見ていてまあそうですね今度、うん、結構新目で見ていて<目>あれ立川の霊媒結果って言ったっけ真っ白ですもう白だよね。最初言いましたいやいや俺ねこれ何度も言ってんだけど、はい、結構後で後悔するパターンがすげえ多かったから最初にはい、はい 疑わしいやつをやっぱ釣った方が、後々やっぱ、まあ、後悔が少ない。まあ、それもありますね。だから、その梅原の言動っていうのが、正直言ってこれが本物だったとしても、もう正直言ってよく分からない。 まああのかき乱してましたから、まあ、あの、ね、絶対にもう信用されることが、もう多分ないと思う、最後ら辺までただつるなら1ターン目だったんだろうなと思ってて、ここーだから2ターン目以降乗った場合にどうした、ううどうした方うがいいのかなっていう、強靭の可能性が高いと考えたら、<う>俺的にはその石、プロ、サコさんのどっちか、初日でする。が割と、俺的にはその喋ってないし、うん、黒のからさと思って、当てにいくしかないんじゃないかなっていう、なるほどね当てにいくっていう想定を今しなきゃいけなくて、はい、そのぐらい結構きつい状況なんですよ、村。 そうだね確かに。あ、今、梅原が本物だとしも言った孫さん。ちょっとしゃべってて聞かい。それはありえないですね。孫さん、どなたに投票されますかもうエイタさん気づいてません。いやー。エイタさん目線で喋ってるんで。サッコさんかなエイタさんが孫さんの目線になれないん？では続いて3番。エイタさん、どなたに質問されますかあなた、黒出しされたんじゃないですかえエイタさんが気づけないですね。 エイダさんの自分目線の。あの俺ちょっと質問したんですけど、ははい、はい、ドグラさんって別に白に関わるものは何もないっすよね。ない。ないはず。あの、思ってたらちょっとどこかで自分なんか村のためになりすぎてて今言ってること、村のためっていうか、俺質問されてるから、白目に見ちゃってるんですけど、はいはい、真っ白でいけんと、ドグラさんは白目に見えます。えっと、白目には見えてるけど、その、はい、ね、あの、確定ではないかなと思ってるから。はいはい。 エイトの言ってる、その、さこさんかい石井ってのは、すごい筋が通ってるかなって思ってよ。はいはいはい。まあそう、だから俺はそっちの方向で今、どっち入れるかって感じなんですけど、結構俺の意見、もう結構喋っちゃったんで、なんか、意見あったら欲しいです。意見、はい、そうだね。いや。 そう、え、確かに、あの、不利なのかなって思ってるから。ど不利そう、だ、これ、ちょっと、当てに行ったほうがいいのかなとか、でも、二分の一みたいなとこある。当てにいくって言われて、まだ騎士も残ってる可能性あるけど、まあ、失礼ならさ、れちゃうんですけど。石井プロの面が騎士って面じゃねえんですよ。あ、なおね。で、俺はとりあえず。石井プロに入れていいのかなって。笑ってる。石井プロ。石田さん、どうされますか。石井プロ先生で。 石井プロさんに2票目が入ります。では続いて4番、板橋さんどさすか、どかなりこれ人狼がになってしてもらいますかどぐらどぐらで。人道側に投票が1票も入ってま。さんあのまずちょっと右に、ちょあ、そうそうそう、いいっすね。そうそうう寄ってもらいたかったです <laughs> そ。それをまず言いたかったっていうのちょっと一応、どぐら、あの白目に見えてるんで、はい、あのちょっともうちょっとなんか、<laughs> あのなんかこう材料とか。ああ、まあ。 ど,どっちか行った方がいいんじゃないかみたいな話にどう思ってんのかとかまああの普通に今までの話でだから僕からすると本当に板澤さんと梅原さんどっちが本当かマジで分かんなくてお<ー>だからとりあえずあのエータがあれガチの霊媒っていうのは、まあ、間違いなさそうじゃないですか今の流れでああだからでマジで材料がなさすぎたんでとりあえずエータを軸にして考えようっていうので僕はやってたんですけど。 あはははいやいいっすねでまあまあ基本だから A タが入れそうなところっていうか A タが言ってるところに僕もまあ,あの一緒に入れちゃってるだけなんですよ投票あーいやーこれでもね石に行ったらちょっと決め打ちになっちゃうんだよな一応などうしようかなまあ難しいなす、ね、マジでし,しかもあ、はい、だからこれそれではこ田板橋さんどなたに投票されますかあれこれどっから始まったんだっけ どぐらから始まったっ伊藤さんからするとあれなんですよ。サコさんと石井プロが人狼のからされるん。でるん <laughs> 入れづらい入れづらいんですよね。考えるとここで梅原に行くと。これでも多分サコさんに入れた方がいいような気がするな。サコさんにします。ああ。サコさ,さんに二票目が入ります。伊藤さんからすると分かんないですからね。では続いて梅原さん、どなたに質問されますか。ご主人さん全く分かんないんで。ただサコさん入れて石井プロとどっちかタブショしても自分が投票を持ってるんで強人側の まあしょうがないかなって感じですね。まあこんだけもしサコさん石プロだった場合怪しま、えー、れる方が悪いどっちがいいかな。どぐらいに入ってない時点でどぐらい頑張ってるとこですかね村で。孫さんもそうイシプロですし、まま。孫さんはまあ白パンダ状態ですけどパンダっていうのは白くとっの情報とも思ってるとこですね。えっと孫が、えー、っとちょっと一応じゃあ俺あの噛まれるかもしれないしていろいろ情報 みんなに出すと、孫は黒です、俺の目から見てね。で、瑛太白です。あ、サこさん白です。で、サさん白板んどっちか分かんない状況で <laughs> もしかしたら人狼もあるかなと思ったの。なぜかっていうと、さんね、孫をピンポイントで占いに行って、俺,参戦立つ俺からするとすげえ怪しくて、これ、ワンチャン人狼コンビだなっていうのもあって、でもし強人だった場合、石井プロかドグラが人狼なんだけど、なんか今、石井プロ、釣られそうだから、白いのかなって思ってて、はは <laughs> はいはい、はいなるほどね。うんん、あのー、で俺はごめんあのー 今、表がどうであろうと、もう孫に入れるしかないのよだと、俺、黒って占っちゃってるから。はあ。うん、そうですね。で、俺は石井プロは白。ただ、ドグラが人狼だった場合に、この表、成立しないのよ。そうですね。俺が仮に、そう、孫に入れても、石井プロがで孫に入れても、ドグラが石井プロに入れた所で終わりなのよ。うん、うん、だから、すごい、もう、ドグラが白であることにかけても、板山人狼っていう、もう、読みで俺は動きます。石井プロは白だとます。 どなたに投票されますかえっと、孫です。孫さんに1票目が入ります。では続いて6番、佐古さん。どなたに投票されますか、えー、じゃあ、どぐらで。はい。はい、えー、まあ、俺がもし、その、何やろ、しろって梅ちゃんに言われてて、そうですね、もし俺が、 人狼かそれに乗っかるけど <laughs> 俺はそれを疑ってかかりましたそうですねあの、うん、梅原さんのことあんま信用してないって佐古さん言ってましたもんねだからまずそれで白っぽくない普通に考えても,も,も,もうちょっといいですかえー、だからあの梅ちゃんのその、はいえー、梅ちゃんがもし強人もしくは黒寄りやったとして、うん、その梅ちゃんが俺に白出ししてきたい。 きたそれに対して俺が梅ちゃんに対して疑ってかかってはい,、はい。梅ちゃんがもし黒寄りやったら俺の白はおかしくないっていうのを俺はさっき言ったわけやん。で俺がもしその黒寄りやったら梅ちゃんに乗っかるわけやん。言ってる意味わかるあ分かります分かります、はい、はい。だからお俺は村寄りやと思うけどね普通に考えて。それではさこさんどなたに投票されますか ちゃんは信じて孫で孫さんに2票目が入ります。<ー>じゃあミュート忘れないようにお願いします。はい、では、続いて7番石井プロ、どなたに質問されますか投票誰でしたっけ誰からでしたっけじゃあ、エイタ。これラストですか<な>どうぐらいるいやら <laughs> あの一応、この考えだと、もう板さんと梅ちゃんがまょっとりあえず放置でよくて。あ 高確率で強人だと思うんだけど、近がで、はい、残りのまあ俺は白なんでなんですよ。これはあるで俺はエイタも白だと思ってるから、はい、残りの三人の中にあのー、人狼が二人以上いて、はい、確率で考えたらその誰かを殺すのがベストだと俺は思う、ね。ただからこの場合はとりあえずあの決戦投票っていうのが一番いいと思ってて、あと一個気になったのが、はい、俺の聞き間違ったらは申し訳ないですけど、佐古、はい、さんその梅原さんを信用してない。 っていうに言ってたじゃないですか、最初の話で。信用してないから、梅ちゃんが信用した孫さんっていうのて。ああ、まあ、そうね。俺、その1個だけで、あれ、作法さん、怪しいのかなと思っちゃってて、俺はこれ、意見も聞きたいから、まだ多分喋しゃべれると思うんですよ。決選投票にしてっていうことで、俺は聞きたいですね、3人の意見が。なるほどね、あ確かに。俺が決めて申し訳ないですけど。それは確かに、筋が通ってるね。 それでは、石井ちゃんがプロ、どなたに投票されますか違う人に入れれば、決選投票自分が上がるんで、白っぽくなります。じゃあ、俺はエイタの意見を飲もうと思います。じゃあ、とりあえず、エイタさんに1票入れておきます。エイタさんに1票目が入ります。それでは、投票の結果、本日は、孫さん、佐久さん、石井プロ、この3名の決選投票です。 えー、東洋の順番はですね弁明を行うことができるんですけども、弁明の、えー、順番は孫さん、ささん佐子さん、石井プロの順番となります。いいでは、孫さんから弁明をお願い,いたします。これは誰かに相談するとかじゃないんですよね。そうです、自分の弁明、自分の弁明を自分だけで弁明してください。えーっと、そうだな,、まあなんだ。まあまあ、俺は一応村人なんですけど、 えーっと、まあ板山が白と占,占っていて、梅原が黒と占っていて、俺はその白か黒かはっきりしていない状態なのかな。うん。で、どちらかが一応その強人もしくは人狼。で、残る、えー、佐古さん、石井プロ、ドラ倉、瑛タいや、これだ、どう弁明したらいいのか分かんないんだけど。うーん。 まね、わ正直言って、あの、うん、佐古さんの、あのー、梅原を信用する、疑ってかかっていたんだけどもあの、梅原を信用するっていう理由は、正直,正直言って俺はよくわからなかったです。なんでなのかなっていうふうに思ったので、俺は結構佐古さんが黒いかなっていうふうに思ってますね。えー、俺は釣ってもいいんだけども、えー、釣った後必ず佐古さんも釣るようにお願いします。いや、釣っちゃダメですね。白だったら釣っちゃダメです。で、以上です。 それでは続いて6番、まあさん、お願いいたします。はい。まあ、俺は、まあ、白やねんけど、お前言うと、まあ、嘘くそく、嘘くさく見えるかもしれんけど、えー、どう言うたんやろうな、その、まあ、俺が人狼やったら、絶対梅ちゃんに乗っかるっていうのは、普通、普通やと思う。そうちゃう エータがそのまあエータのその怪しい言うてる気持ちも分かるよそのエータ目線で見ると俺もすごい怪しく見えるしまあ梅ちゃんか俺かっていう目で見られるのも分かんねんけどまあ俺目線で言うともう正直もう梅ちゃんを信用するまあエータは白い白いねんけど梅ちゃんの言うことを信じて孫に入れた方が 言えんちゃうかなそれの占い結果見てからでも、まあ、占いというか、霊媒の結果見てからでも、全然遅くないと思うねんけど、どうでしょうか。<laughs> 以上です。さあ、どうなるか。それでは続いて、7番石井プロ、連名をお願いします。はい、どうも。えっ、ー、と、まあ、先ほど話したのとほぼ同じなんですけど、まあ、とりあえず梅ちゃんの言ってることとか、板さんの言ってることはどっちが本当か分かんないんで、とりあえず放置しておいて、確率で考えたら、 あのまあ、俺も,も含めて他のやつだ釣った方が、まあ、最低一人を殺せるからいいんじゃないかなとうう思ったとっいうことで、あ一応皆さんのことは話を聞きたくどっちが黒いか、俺から見たら、ま、えー、子さんとさこさん、どっちが怪しいかというところを図、あのー、るために一応決戦投票にさせてもらったんですけれども、そうですね。 難しいね結局、だから両方やるのがいいと思うんですけど、<laughs> あのー、まだだからドグラムは全然確定ではないんで、なんとも言えないところではあるので、ただ、ここでどっちか殺したときに出る結果で、ある程度あのー、見えることもあるのかなというふうに思うんで、いいいですまあどっちでもいいっちゃどっちでもいいとは思うんですけど、俺は孫さんか、さこさん、どっちかをやった方がいいと思いますっていう、まあ、俺の立場からだとそう言うしかないんですけど、ね、<laughs> 俺でもいいんだけど。 うんまあ、とりあえず、それで見えることもあると思いますので、ここで、まあ、皆さんの気持ちで投票してみてください。でもまあ、さすがに、石井ちゃんは周りのみんなから、<laughs> それでは3名の皆さん、弁明が終了いたしましたので、今から、えー、この3名の誰かに投票していただきたいと思います。で先ほど弁明した3名の方に投票権はございません。<laughs> りす残りの4名に投票権がございます。 それでは、9番、ドグラさんから名前だけ投票です。理由を言うことはできません。投票先決まりましたら、名前だけ、投票したい方のお名前だけをミュート解除していってください。対象は、は孫さん、さこさん、石井プロ、この3名です。演技してますね、ぐらさん。では、どうぞ。石井ちゃんは入れづらいもんね、やっぱね。さこさんかな イタザんを信じる路線で行くしかないみたいなそれが一番逃げきやすいかな多分石井さんで石井プロに1票目が入りますでは続いて3番エイさんさっき自分で言ってたんですけどサ、ね、コさんで市民つったらサコさんに1票目が入りますでは続いて4番板橋さんまあこれでバーコ行くか 行くわけないな。えー、え。で佐古さんでしょ。お前信頼ない師だぞ。お前信頼ない人だったらどうするんだ、伊田さん。対抗が白を入れたんだぞ。佐古さんで。そうだな、正解。佐古さんに二票目が入ります。これで勝ちました。では五番梅原さん、名前だけ投票どうなたに投票されますか。石井ちゃんだな。まごです。あ、まごリク。まさんに一票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは六番佐古さんです。では佐古さん遺言をお願いいたします。 石井ちゃんの可能性もあるから石井ちゃんでよかったんですけどね。はい。えー、まあ、俺が死んで、まあ、占い結果見たらすぐ分かると思うんで、それを確認お願いします。以上です。さあ、でもね、それでは、さこさん、ササマイクのミュート、ビデオの停止をお願いいたします。これで確定したと思うじゃないですか。違うんです、皆さん。坂さんを処刑したりもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。格闘ゲーマー人、プレイヤーの皆さんは、よろしくお願いいたします。えスタートラインに立ちました。え、スタートラインです。 さあ、PP できるか。パワープレイってやつですね、PP。こっからなんです。えー、前回、前々回と、こっから、えー、人狼が負けております。えー、格闘ゲームで例えるとですね、えー、相手が1割、えー、自分が体力9割、そして相手をピオラした状態ですね。それでは、皆さん起こしてまいりましょう。ピオラした状態で、飛びから3段入れれるフレームをもらっております。そっから、わからないんで。 本当に、これ、本当なんで、嘘じゃないです。確定を何回も外してきました。こっからどうなるか、本当に分かんないんで、えマジでチャンネルはそのままで、マジで分かんないんで。そう無駄に PA して負ける可能性がありますからね。さあ、どうなるか。2人残ったらさすがに大丈夫。いやー、前回負けたんですよ、それで。 それでは占い師の方ビデオの開始 <laughs> マイクのミュート解除お願いいたします匂,うっつって匂いすぎるからやめたっつって言ってそれでは梅原さん本日どなたの正体を確認なさいますかえっとドクラでドクラさんの正体をお伝えいたしますドクラさんの正体は人狼ですはい。それではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします梅ちゃんちょっとレベル高くなってますねただ梅ちゃんがレベル高くなっても梅ちゃんが信頼されてないんですよね 信頼されてないってかわいそうですね <laughs>。めちゃくちゃ強いんだけどみんなが媒師い,いりまその、信用度を勝ち取るのが梅原のこれからの仕事ですね。信頼が、こう、信頼されてないんで。だって、結構村のためになってることをやってたんですけど、もうみんなが試行論をしてた。では霊媒師の方、ビデオの開始、ななマイクのミュート解除、お願いいたします。はい、疑いたくなるんで、その、素晴らしいことやっ、ね、本日処刑された、サコさんと正体をお伝えいたします。 サコさんの正体は、人狼、ではありませんでした。<laughs> それでは、カメラで、えータ、たまに見るとお願いいたします。えー、たまに、から人狼であってくれっ,つっ人狼の方い。違いましたね。違いました。どうなるんでしょうか。さあ、PP ケレンだとすると、 まあ人ええとは無理ですね。もう一角の霊媒なんで、一人しか出てきませんので。それでは人狼の方、カメラのマイク見て、次のスビデオの開始をお願いいたします。それでは、30秒間のナイツ始めてください。どうぞ。笑ってます。石井プロで勝ち角です。どこださんあそっか、勝自分、自分守れへんから。守れ、勝ち角です。あ、やったーいおーおおーーーー もはっっっきりてるかから気づいなたす僕それあマジであの1日目 A と守ってて2日目は梅原さんか伊田田さんどっちか守ってるからえっ3分1かとか思ってましたわいや違うんすよこれ勝ち方なんすよそっか騎士自分守れへんわそう勝ちあ言われてわっか気づいたいやよかったいやそれ人狼の経験生きてますよ僕マジで気づかんかったっすもんあそうなんだそれでは本日どなたを襲撃の最いい次第で それでは石井プロを襲撃いたします格闘ゲー芸マジの<あ>ちょっと変わりました<は>第6回からビデオの停止マイクドミュートをお願いいたします人狼使用します、はい、パワープレイできるんですねいいですね人狼使用とかなんかぶ,ぶったこと言ってますよあいつチラチラ勢がそれでは皆さんを戻してまいります <laughs> いいですね楽しんでますねいいですね理解してますねだいぶいいですねそれでは恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました 1番の孫さんから順番にビデオの開始を押してください。<laughs> いいです。人狼使用します。3番、エイタさん。<laughs> いいですね。ジラジラ4番、板橋さん。5番、梅原さん。中級者チラチラですね。これ7番、石井プロ。人狼チラチラズ。9番、ドグラさん。さあ、どうなるあ、やっぱビッグニュースで。本日、無残な死体となって発見されていた方は、 7番石井プロです。石井プロはビデオの停止をお願いいたします。それでは話し合いを開始してください。はいはい,はい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 。あ違,う違うもういい。終わり終わり <laughs> <あ>終わりあ。あ、いいですかクだから終わり。はい、いいですか板橋教授終わり。えー、人狼使用します。人狼使用です。はい、終わり終わり終わりで,次,です次、私は人狼です。 次こ、えぇ、ザンギさんか。私は人狼だ、ワンワンう次こ。う。オワン塩くれてやるオクレティアルー。プグやーダー。ブグソーダー。プ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 グソーダ。プグってダ。プグソーいやグソーダ。プグソーダ。いやソーダ。プグすーダ。プグソ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 ーダ。プかソーダ。プグソーダ。プグソーダ。プグソーーー いやいやもうまあまあまあ次行きましょうよやる気でつまんでお前自分でなお前お前だからな先輩先輩お前だからねあのそう対抗の人が結構良かったなと思いましたさすがですあれは初共鳴でドキドキしてたんだけどでもいやいやあの一つ言っていいですか瑛タが孫に入れてれば勝ってたからねいやまあそうなんですけどさすがにあの霊媒の流れからの占い師が 信用できなすぎだからそれはもうね分かっただから俺はやる場をっていうかそのなんかタイミングが悪かったなと思った TPO が TPO が悪かったそうそう TPO にそうそう占い系の占いやったら多分俺もあのまだ信用してたと思うんすよさあそれではですね本日はなんとエイタさんが KO されまして人狼陣営の勝利となりますおめでとうございます いや孫さん、素晴らしい連勝っすねしかもよく気づきましたね、勝ち確というのを。なんかもう勝ち確探しだけやっといたほうがいいのかなと思いや、素晴らしいです、ちょっと成長しております、いや、前回は、賢治さんが勝ち確から負けたんで、ぴよりからね、そうですよね、そうなんだ、そこな、格闘ゲーマ人道、ちょっと成長しております。 死亡した皆様をお戻りくださいビデオの開始を押しててくださいっていうか俺孫さんが言ってったら勝ちが気づかなかったっすマジでいやそうだよねうんまあまあまあどれでも一応勝ちだったんだけどちょええたいやあれだった今からそうサコさん意見がっていうかさサコさんまあまあいいやすみませんえっと役職役の確認をさせていただきますじゃまず人狼に引き暴れてください

すげえ疑っちゃって、あそこで、じゃ、あの、思考凝り固まってましたわ。あそこは多分。え、でもさ、二日目、二<え>日目は完全に。ちゃはいいあの状況って、三人しかいないから、結構、あの、黒見つけるの簡単だったと思うんで。なんでかっていうと、孫だけが筋の通ったこと言ってなかったのよ。うん、感情論で話してて、で、佐古さんは、ずっと、あの、俺を疑ってたじゃん、終始。 はいはい、でも俺はさこさんをだけは白だって言い続けてたからここがつながってる可能性って超低くてはい、はい、で石井プロは決選投票してるから白じゃん白の可能性高いじゃん<ー>あそこで一番疑わしいのは絶対孫なんだよ俺が決選投票にしちゃったのがなんかダメだったっすねいや,俺いやあれは決選投票で良かったんじゃないかい<や>俺,俺もう十中だどっちかっていうとサコさ,さんでもよかったし孫さんでもよかったんだけど、まあ、結果的にサコさ,さ,さんにしちゃダメだったんだけど、うん、あの俺は孫さんのほうが黒いと思ってたの、ね、でそこで決選投票に ひよってしたのか。いや決選投票にしたから俺は白だよっていうのを。まあ確かに。のはありだったかな。まあ確かにねもうん。ま、ねうん、だその次のターンまで進んじゃうともう負け格だから。うん、おお馬尾さん、うん、素晴らしい,い。負け格なんだよな。いや良かった。最初そう誰かむかっていうのを言ってて。 あの僕普通に板沢「板澤梅原瑛太の3択からいきましょうか」って言ったら「棋士探しに行こう」って言ってナウマンビタでつもりましたマジかすご <laughs> いなあ、うん、いやもう瑛太が新格でその占い、うん、まあその霊媒結果自体も正直でも結構どうでもよくてだからまあとりあえず棋士を探すのがてか梅原強人かんだから梅原をとりあえず神に行くのはなくて。 を探すのがが多分うちら的には恩恵一番でかい俺、あそこ抜かれたのマジで悔しかったな。あと、梅原さん、途中、投票数勘違いしてる時ありませんでした。あった。ありまれが最後だと思った時に。あれすごい勘違いしちゃって、本当は石井プロが最後だったんだけど、あれ勘違いでよくなかったなと思って。あと、なんか板橋残業が人狼じゃねえかって言ったんだけど、それはありえなかったね、今考えると。強人が出てきてなかったから、俺の目から見ねそれはありえなかったね。 いやいいですね、皆さん,なんか、占い先はめちゃめちゃ良かったんだけどね。っていうかね、あの正直、好プレー、うんあの、市民も人狼がもうかなり好プレーしてたんですけど、あの板橋残休さんの城先がめちゃくちゃ良かったです、占い先が。 あれが違うとこに行くと、孫さんの黒が釣られる可能性も出てくるので、かなり良かったです。確かそうかそうか。った板さんがマジで良かったです。で、梅原の信用度がなかったので、みんな迷ってたみたいな。でもしょうがないですよ。梅原でも実は結構いいこと言ってたんですけど、やっぱ信用度がないとなかなかね、それがね、伝わんないんで。いや、俺もね、うめち難しいところですね。でも梅ちゃん、二日目はすごいいいこと言ってたから、一日目はマジでわからんかったけど、一日目はマジで分からん。絶対梅原さんやな、ぐらいにはなりました。そこさん 意識を変えれたのすごかったさこさん。意外とそれできないんですけど、ちゃんと変えれたんです、すごあ、確かに確かに。ちゃんと村寄りのこと言ってたから、これが止まったわ、信用度が上がった。決選投票の時の弁明あったじゃないですか。はい。さこさんが一番ちゃんとしたこと言ってて、あのとき。うん。そう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 。まあ、そうだ俺がどもらんかったら、多分もっと信言ってる内容は、さこさんが一番ちゃんと弁明してたし、筋通ってました。 立川さん、立川さん立さん命捧げて結果、これじゃないですか、命捧げる戦法まずくないですかやっぱ自力で勝ち上がった方がいいんじゃないですか。いや、でも、これ分かりましたわ、やっぱり他人に頼ってちゃだめですし、自分でも思ってやれることあるなと思ったし、今回の俺の、なんて言ったんですかね、梅原さんの代わりに釣られるプレーとかも、俺は良かったなと思ってます、自分で。いやあれ俺だったか あ、そうでしょあ,あ実際ったら寒いなと思った。実際だって、梅原が新占い、ナウマンが新規しで2票2票だったんですよ。だから、立川さんは逆に釣られる立場にしかなるしかなかったんですけど。 だからかなりあれはコープレーでした。あれね市民でもやれることあるんだなと思っただから俺。ガチ白でもやっぱり死ぬ方がいいなっていう。まあでもまあいいっすいいっすよ。もう次行きましょう。俺結構マゴさんに向かっていてるんで。デレーション。気持ちがそうだもん。ちさんそんなことないよ。そんなことない。わかります。じゃあじゃあ5の休憩をどう。じゃあ23時スタートにします。じゃあ一旦一旦タバコ休憩とかトイレ休憩してください。そだマジ申し訳ないですわ。いや勝ち勝ち格がねあの転がり込んでくるんで。

いやちなみに、ね、<や>一番最初はダウマン言うと、ちなみに言うと、ちなみに言うと俺は最終的には、その髪先とかどうしようかって迷った時に、ポンコツを残そうっていう。うん、あ正解だと思います。はい。ポンコツを残せば迷ってくれるから、好、うん、きそうなやつは先に殺す。うん、あいいですね。正解だと思います。なるほどね。日にち上。<laughs> <laughs> いや、でもね、よかったです。あの、マコさんとドグラさんはうまいのが、あの、 え市民がえちょっと怪しいやつをちゃんと乗っかってうまいことで,できたっていうのがすごいよかっですね。だから瑛が結構信用してくれたし、うん。そう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 。うん、いやでもね、一個学びましたわ。でも自分の頭の中で計算してること多すぎて、もっと言葉にしないといけないんですよね。それがね、それをね、はいあの、説得するのが難しいんですよ、人狼がねそう。変なこと言っちゃうとなんかその、自分に理があるようにい言ってんじゃねえかみたいなふうに思われちゃうから。そうそうそう,だからそう。言い方は難しいよねそうですよね。 ユーゴンとかでももっと言えることあったなと思ったもんな。うんさっきそう俺ユーゴン下手でしたわ。いやユーゴンむずいわ。ユーゴンむずいし、マジむずいわ。てかなんか弁明か。弁明俺何言っていいか分かんなくなっちゃった俺 <laughs> いやだって弁明だってクソ浅かったっすよ、なんなら。<laughs> <laughs> <laughs> でも実際浅かったっす実際真ん浅かったっす <laughs> いや浅すぎてでも良かったのかサコさんもまあ佐古さんがちょっとそれっぽかったですけど石井ちゃんも怪しかったんでだからどれもどれかで分かんなかった状態だったんでそれが実際入ると多分分かんなかったんだと思いますやっぱ反対から見てるからもっと具体的に説明したいよ勝なそうですね,ですね具体的に説明するとかあと石井ちゃんはでもあのえっと決選投票にしたことによって 結局負けちゃったんですけど自分の白は結構ゲットしたかなという気がしましたでも自分の白ゲットしてももうもう時でに遅しだったんであれは決めなきゃいけないナウマンさちょっと一個だけ知識として俺が3人目に出た時に信用されるって話っていまいち分かんなかったでしょ分かんなかったっすえっと俺も分かんなかった何ならあえっと例えば仮の話なんだけどえっとじゃあ「強靭が先に占い師です」っていうことって結構あるじゃん。 うん、そうですね。はいはい、教人から「はい占い師です」っていうのってあるじゃん。うん、まあ実際今回の板さんがそれやってるし。で、えー、とそこに、えー、と人狼がかぶせてくるってこともあるわけ。あ<ー>あ,<ー>あ分かった分かった分かったかか、ね、人か分からしかたらかっが誰か分かんないからって感じった分かった分かった分かった分そっは分かった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 分った分かった分かった分かった分った分か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 っかっ 残りの2人が人狼って人狼だとしたらすごい邪魔じゃんはい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 っと人狼と親和のないしだったらその2人を釣った時にめちゃくちゃその人狼が不利になるからそこであえて出てくる狂人はいないって話だから俺は狂人じゃないよねっていう理屈が使えるわけああなるほどなるほど人狼かもしんないけど狂人ではないよね人狼も邪魔しないからそうだから3人目のないしは結構強いっていうのはまずあってああそれで待ってたってことですねそうで俺それやりたかった でも霊媒、例外をなんか俺霊媒、俺、例外挟んだのが、なんか、え、なんでだろうと思って、なんか出ないかも。で、これ、多分だから、当に、えー、あのじゃそれも説明していいはい,はい。えっと、何にも言わなかったら、あの出てこない可能性あるなと思って、なんでかっていうと、本物の占い師が潜伏してる可能性って十分あるのね。ああ、もうこれ、やり尽くされてるって感じですかそう、実際、俺も結構やってて、3人目で出てくるってのやってるから、実は2人目で出てくるって、結構リスキーなわけ、人狼からすると。なる,なるほど、なるほど。 人は本物霊媒みたたたいなフリをしたかったのああなるほどそうそしたら人狼側が安心して出ていけるじゃんはいはいはい、はい、あ俺占い師ですよなんでかっていうと占い師一人しかいない状況って人狼からするとすげえやばい状況だからか人狼側としても一人しか占い師が出ないのやべえなと思って、うん、かぶせに行かざるを得ないと思う、ね、はいだはい,、はい。かだから俺はあえて霊媒を語ることで人狼もしくは狂人をあぶり出そうとしたの あじゃあ全員釣ろうとしてるな人狼我慢したのが偉かったってことです、ね <laughs> うん、みんな振り出したかった <laughs> そ,うそこで孫かドグラが占い師です、ええ、だってあの時点でさんが本物の占い師ってみんな思うじゃんまあそうですね一人しか占い師いないのやべえって,って出てくるのを期待したのなるほどなるほどなるほど。で例外師ってさっき俺言ってるからストーリー的にも同じ

だから、まあ、あの信用されないのはしょうがないと思った、うん、やってることがだってもうむちゃくちゃだし、うん、あの筋は別に通ってなか,、うん、なかったと思うけどいや,いやでもそんなことないですよ<う>だって瑛太さんだけだったじゃないですかあの時分かってなかったの梅原さんが信って。 瑛太さんはウルフ王の頃から梅原さんの弟子とか言われたり、メリー時代きつかったところをスポンサーつけてもらったりしてるのにもかかわらず、梅原さんのことが信頼できないっていうのは、結構、なんか人としてどうなのかなと思って、2日目でも進学はまだきつかったと思うんだけどね。でもさ、俺たちあの我ながらかなり最初のプレイ以外は村上になることしだと思うんだけど、まず死ぬところで確定とかっていうリストもちゃんとアップして。疑っっちゃたのが 2日,目に2日目に関しても最初の方で、今まで同時に言うとか、前回とかやったじゃないですか、あの辺もう全部その無,視無視じゃないけど、やらなかったので、わりと俺それでその、あこれ、普段の梅さんならするんだろうなって、梅さんの逆に評価が高すぎて、どっちでもいいよとか言わないと思ったんですよ。あの同時に言うであ、だそれはそうね、あねまあまあ、ちょっと俺も。だから、梅 <laughs> さんは人間だと思います、次はちゃんと。 いやまあ、それもちょっと分かんないんだけど、皆さん聞いてほしいのが、梅原さんが今言ってることが、そうかもしれませんけど、市民でそれやってる可能性もありますんで、この人たちは、チャレンジャー精神を持った爪痕を残そうとして、る何でもやる人なので、そこも考慮しないとまずいと思いますだから、俺はこれを今度から信じてねっていうこともやっぱ言えないのよ。難しいでだから、俺がもし一つだけ言えることがあるとすれば、最後の最後には孫に入れてほしかった、やっぱり。 最後の最後は、さすがに孫さん一択だったと思う。その流れにまでしかない。あれは一択だったと思う。さすがにあそこだけ。まあ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 。だからさっきガチの MVP、イタさんと、あの狼側からしたら、まあ、イタザんに勝たせてもらったなってのがある。 でもよかったら、マコさんのあの一言もよかったです、あのナイトまで見ているっていうのは、かなりよかったと思います、あ,のあ,あれもあのみんなが、そのてんですかね、<ー>濁ったというか、うん、悩んだことだと思正直言って、俺、梅原、1日目、最初、前半戦は、割りとその、なんだろう、前回の時に比べて、全然なんかその利の通ったこと言ってるから、さっき、俺と人狼だった時もう訳分かんなかったんですよ、この人。<laughs> あ、これもうダメだなと思ってこれも諦めてスタートしようと思ったんだけどやっぱりねあのね口数減ると思うよ人狼は減る難しいからだから結構無理して喋ろうと思ってるんだけど読みとしてんないやつ人狼っていうのは普通に読みとしてあると思うそうそう孫さんいきませんかいきますかああごめんなさいごめんなさいカメあちょっとこれだって それで俺人狼で開幕波動拳打ってあのミスってちゃんと飛ばれて死にましたからねありますからねさあじゃあさかなさんお願いします第三回じゃあスタートしますよろしくお願いします三戦目を行いたいと思いますので皆さんビデオの停止マイクのミュートをお願いいたしますビデオの停止マイクお願いいたします板山さんのね狂人としてのプレーすごかったですねあれ助けましたねあれがなかった正直きつかったと思うので皆さんをヘアに戻してまいります